皆さんこんにちは、今回のテーマはシュレーゲル兄弟です。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はシュレーゲル兄弟ということですけれどもね、まずはこちらお兄さんのアウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルです。生まれたのは1767年で、亡くなったのは1845年です。はい、そしてこちらが弟のフリードリヒ・シュレーゲルです。お兄さんと5つ違い、1772年に生まれ、1829年に亡くなりました。そして今回の後半にはですね、このフリードリヒ・シュレーゲルによる、批評についての考え方を中心にお話ししていきたいと思います。このね、シュレーゲル兄弟の父親はプロテスタントの牧師だったんですけれどもね、ということで、敬虔なプロテスタントの家庭に彼らは育ちました。生まれたのはね、ハノーファーという場所でして、でこの写真はですね、私が2017年にドイツに行った時ですね、たまたまあのハノーファの駅を使うことがありまして、その時にね撮った写真です。ここにねハノーファ HBF と書いてありますけれども、 HBF っていうのはね、あのハーフトバンホーフの略でして、これは日本語にすると中央駅のような意味になります。でこれがね、そのハノーファーの駅のホームで撮った、ドイツの高速鉄道 ICE の写真となります。でこれは駅舎の中なんですが、ね、こう立体的なあの感じで非常にこう機能的な、ね、感じの駅となっていました。ということで、まずねお兄さんの、アーグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルについてお話をしていきたいと思います。でお兄さんのねアーグストは30歳をね目前とした1796年にドイツの、まあ、中央部よりちょっと東寄りの、イエナというところにねあの移ります。で当時のねイエナ大学にはあの今日でもねよく知られている人たちが先生としてねあの在籍しておりまして、でね、その中にはね、ここに書いてあるような人たちもいまして、例えばね、あのシラーに関しては、ゲーテと共にですね、シュトゥルム・ウント・ドランクや古典主義の文学者としてあの知られておりますし、また、フィフテに関してはですね、カントの影響を受けながらですね、後の、ヘーゲルらにね、影響を与えた哲学者としても知られております。でね、後にあのアウグスト自身もイエナ大学で教えるようになるんですが、この時期にはね彼はシェイクスピアの翻訳に着手したりですね、シラーによる雑誌、これね指針年鑑と書いてありますけれどもね、ドイツ語で言うとムーゼンアルマナハっていうんですが、そこへのね寄稿などを行ったりもしております。でしかしながらですね、彼のこの時期の最も大きな仕事としてはですね、やはり1798年に弟のフリードリヒとともに始めた、雑誌アテーネウムになるのではないかと思います。このようにですね、アウグストは弟のフリードリヒと一緒に仕事をすることもあったんですが、一方で家族以外でね彼の人生において非常に大きな存在となった人物としてはですね、通称スタール夫人として知られるアーヌ・ルイーズ・ジェルメール・ド・スタールを挙げることができると思います。で彼女はフランスの人で、ナポレオンとね対立を長い間していたということでも知られているんですけれども、実はですね、このアウグストと一緒に旅をしておりまして、そしてその結果、アウグストたちが提唱していたロマン主義の考えというのをですね、フランスに広めていくというね役割を担うことになるんですね。でアウグストの後半生ですけれども、1818年にはボン大学の教授となります。またインドの思想やサンスクリットの研究をしたことでも知られておりまして、
で、例えばですね、1823年から30年にかけてはインディッシュビビリオテークというね、意味はインドの図書館というねものなんですけれども、そういう名前の雑誌を出したり、1823年にはヒンドゥー教の聖典である、バカバットギーターを翻訳したり、また、29年には古代インドの叙事詩ラーマーヤナを翻訳しております。ということで、東洋思想をね、ヨーロッパに紹介するということにおいても非常に大きな功績を残しております。ちなみにこのね、ボン大学時代の教え子の中にはハイネがおります。で、続いて弟のフリードリヒ・シュレーゲルなんですが、彼はね、先ほど申し上げた通り1772年の生まれということで、アーグストとは5つ違いということになります。そしてね、このフリードリヒは古代の文学と美学を研究しておりまして、ここに書いてあるようなね、1797年のギリシャ人とローマ人や98年のギリシャ人とローマ人における詩の歴史といったようなね、仕事を残しております。で、その一方でですね、ロマン主義に関する活動としましては、1799年に小説のね、ルチンデっていうものを発表するんですが、このね、内容は自由や愛や芸術について告白的に述べたものなんですが、そのね、内容が結構過激なものでして、一部のね、人から評価をね、下げることになってしまうんですが、まあね、そういうものも書いているということです。そして先ほどもね、お兄さんのアーグストのところで少し触れましたけれども、1798年には、雑誌のアテーネウムを作っております。これはね、1780年まで続きました。で、フリードリヒなんですが、お兄さんのアーグストと同様にですね、東洋思想を研究しまして、例えばね、1808年にはインド人の言語と英知というものをね、発表しているんですけれども、一方でですね、どうやらこの頃にですね、カトリックに改宗したようでして、生まれたね、家がプロテスタントの牧師の家だったということを考えると、これは結構大きな出来事でして、そしてね、晩年にかけて特にね、深く帰依をしていくということになるんです。そしてここからはですね、フリードリヒ・シュレーゲルの思想と功績についてお話をしたいと思います。これはですね、一言で言うと、このね、フリードリヒ・シュレーゲルという人はですね、近代的な新しい形の、批評のあり方っていうのを示したっていうことになると思います。で、ここからですね、少し難しくなっていくんですが、できるだけ分かりやすく説明をしていきたいというふうに、頑張りますので、よろしくお願いいたします。フリードリヒによるですね、批評をめぐる言説に登場する、2つの理想について最初に確認をしておきたいんですが、それはね、ここに書いてあるような2つ、すなわち、普遍的理想というものと個別的理想というものがあります。で、この普遍的理想っていうのはじゃあ何かって言いますと、普遍的なので、誰がいつどのような状況にあっても理想的であるっていうのがこの普遍的な理想でして、それまでのね、批評というものはですね、つまり、作品に対するですね、何かをこう判断しながら分析するようなね、そしてそれを言葉に言語化するようなね、ことですけれども、このそれまでの批評っていうのはですね、この普遍的理想に照らし合わせるっていうことが、ある種の原則だったわけですね。しかしながら、このフリードリヒによる新しい批評というのはですね、個別的理想に照らし合わせるっていうものだったんです。で、要はですね、フリードリヒの考えというのはですね、芸術における理想というものはですね、個々の作品によって異なっているんだっていうことなんです。言い換えると、絶対的な理想っていうのはですね、芸術においてはないんだと、極端に言うとね、そういうふうなことを言っているわけです。
で、そしてですね、批評の役割っていうのは、まずはですね、その作品ごとにある個別の理想というものと実際の作品を比べる、まあ、照らし合わせて分析することだというふうに、まあ、言ってるわけですね。で、ここがですね、ちょっと分かりにくい、まあ、表現になってしまうんですが、フリードリヒによるですね、理想と作品を比較するっていうことは、まあ、結局はどういうことなのかと言いますと、その作品が、いかなるものであり得たか、あるいはいかなるものであり得るかっていうことを、まあ、考えることであるというふうに言ってるんですね。で、分かりにくいままとりあえず先に進めるんですが、フリードリヒはですね、批評に、まあ、批評という行為にね、必要な能力としてですね、このようなことを言ってるんですね。まあ、それを2つにまとめますと、1つはですね、制作者以上に制作者を理解できることっていうものがありまして、これちょっと言葉にするとちょっと微妙な感じで、なんか偉そうな感じがねちょっとするんですけど、まあ、そういうことを言っております。そして次の部分はですね、相当私の方でまとめてるんですが、理想と作品の間に生じた、あるいはね、存在する何か、ここでは仮に私は差と表現したいんですが、そのね、何かを分析し、それが生まれた存在するね、原因を追求できることというんですね。で、これをですね、より分かりやすく説明するために試しにですね、私の方で2つの数式に例えてみたいなっていうふうに思います。で、1つはですね、 A を理想、 B を作品、そして C を仮に差とします。まあ、要はね、理想と作品を照らし合わせたときに、作品が理想に対して、まあ、足りなかった何かっていうことになるんですが、そしてこの3つを、A-B は C としたいと思います。つまり作品の個別の理想というものがあって、それが A ですね、から実際の作品、これが B ですね、を照らし合わせて、 A に対して B が足りなかったものっていうのが C になるということです。で、もう一つの式に進む前に、B と C についてそれぞれね、説明を加えたいと思います。つまり B はですね、作品ですので、制作者によって創出されるというものです。そして、C はね、批評家により、まあ、解明される、まあ、研究されるみたいな、ね、感じですけれどもね、そういうものとなります。そして、その上でここにね、B たす C は A というね、式をご紹介したいと思います。つまりですね、ここでは制作者により創出された作品ですねと、批評家により、まあ、解明分析される C というものがあって、それによって、A ですねというものが、まあ、立ち現れるというかね、そういう感じになるというふうになるわけです。ということで、このページ全体をまとめますと、B、つまり作品ですねに加えて C、批評があることで、ですね、A、まあ、個別のね、作品の個別の理想ですけれども、それがまあ明確になるっていうね、ことになります。そしてこの B たす C が A であるということですね、つまり A、理想ですね、理想の前ではですね、 B と C は、まあ、一つに、ね、なる、合体するということが、まあ、潜在的に、まあ、運命づけられているということになるわけでして、で、このことはですね、批評というものが芸術の外側、まあ、外部、他者
として存在するのではなく、芸術を構成するものとして、不可欠なものであるということを表しているんですね。で、このことはですね、言い換えると少し極端な感じもするんですが、批評というのはですね、作品が完成した時点で、その中にすでに内包されているっていうことなんですね。で、これこういうふうにちょっとね、真面目に話をするとだんだん分かりにくくなってくるんですけど、結構ね、これ簡単なことで、例えば誰かがすごく可愛いね、猫がいて、猫の絵を描きたいと思って、こういう絵を描きたいなと思ってね、描いたとしますよね。で、こういう絵を描きたいなっていうのが本人のね、理想、作品ごとの理想なんですけど、描いてみたところ、もろもろのね、事情によってどう見ても犬にしか見えない絵になっちゃったっていうことが、あるとしますよね。そうすると、それが理想と作品の間に大きな隔たり、つまりさっきに私が言った差があるっていうことは明らかなわけで、要はね、その作品が完成した、犬のようになってしまった猫の絵が完成した時点で、批評っていうものはですね、そこに、内包されてるんだよってことになるわけです。で、今ね、私は話の内容を分かりやすくするために絵画、絵ですねを例に示してみたんですが、実はですね、シュレーゲル自身はですね、これを文芸作品を使って具体的にこれ語っておりまして、で、そこでね、扱われている、美、つまり作品ですね、については、これシェイクスピアのハムレットを挙げておりまして、それに対する批評の事例としてはですね、C ですけれども、これゲーテのね、ヴィルヘルム・マイスターの修行時代というね、書き物があるんですが、におけるハムレット表をここに、当てはめております。で、これに関するね、フリードリヒの言葉というのは、なかなか情熱的で、批評を行う際のゲーテについて、作品をね、補完し、補完っていうのはね、さっき言った数式とかを思い出せば、まさに補完だと思うんですが、そしてですね、若返らせ、新たに形成するであろうとまで言っております。で、フリードリヒはですね、この批評の優位性だけを言うのではなくて、この批評のね、限界みたいなものについても、言及しておりまして、で、ここがすごく面白いんですけど、批評によって完全に理解されることがなく、繰り返し批評が試みられるようなものが批評の素材となりうるんだっていうことを言っているんですね。で、このね、フリードリヒの考えの中で私が一番ちょっと印象に残っているのは、繰り返し試みられるっていう部分でして、皆さん何かを繰り返し試みるっていうことって普段ありますかね。そんなにないんじゃないかなって思うんです。だけど、ここでフリードリヒはですね、ある作品について、おそらく一人じゃなくて複数、多数の人がですね、試みを続けるっていうことを言ってまして、やっぱりいろんな人にそういうことを繰り返させるっていうのは、やっぱそれなりの作品であって、で、私はそこにですね、この批評というものを考えた人であるフリードリヒによる作品への敬愛みたいなね、ものを感じるんですが、いかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回はシュレーゲル兄弟についてお話しいたしました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。